こんにちは、すみやです。今ね、UFO 追跡モードで撮影しています。すごいね、どこにいるかわからないんだけど、探してくれてます。はい。この後ね、実際に撮影した映像をお見せしますので、ご覧ください。どうぞ。UFO モードでね、飛行機をあちこちから飛んでくるので、自動で検出してくれるドワーフ3なんですが、だいたいどっちから飛んでくるかわからないんですけれども、羽田から飛んでくる飛行機はね、横を斜め下から見るのでね、尾翼がよくわかるんですけれども、成田から飛んでくる飛行機は真上を飛んでるので、尾翼がよく見えないのでね、どこの航空機かよくわからなかったんですが、実は識別する方法を見つけました。この後ね、実際に昨日、ある飛行機の識別方法が分かりましたので、皆さんも参考にしてみてください。真上を飛んでくるとね、尾翼がよくわからないし、横のね、ロゴとか、それから文字が見えない。機体全体の色がちゃんとね、違っていればわかるんでしょうけれども、下の方はね、ほとんど塗装がされてなくて真っ白な場合が多いので、それだとね、よくわからないんですね。ただね、よく見ると翼のところにある印がありました。それで見分けることができます。参考にしてみてください。今追跡してますね。はい。すごいですね。灰色の機体。あ、JAL だね。鶴のマーク。はい、鶴のマークでした。ああ、太陽に近いけど、太陽から外れたら少し暗くなった。はい。映ってますよ。はい、追跡してますね。すごい、追跡してますよ、ドワーフ3が。はい。はい、トラッキングが始まりましたね。はい。この後ね、ちょっと太陽が眩しいんですが、そこを抜ければね、また見えてくると思います。ほら、ここが眩しいんだね。で、この後暗くなって尾翼が見えると。はい、尾翼にトラッキングがされてますね。はい、こんな感じで次々と来ますが、こっちの撮ってみようか。はい、はい、ああ、来ましたね。来ましたよ。向こう横に飛んでいるのが入りましたね。あ、だんだん近づいてきた感じですね。はい。あ、今飛行機が交差したね。はい。トラッキングが移動せずに追尾しています。今太陽の真下を通ってちょっと眩しいけど大丈夫ですね。はい、いい感じです。雲を突き抜けてきますね。
あー来たね、入りました。これからどんどん近づいていきます。下から撮影しているのでね、ちょっとピントが。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい。あ、向こう飛んでるね。はい、捕まるかな。